はい、こんにちは、つよです。1月13日昼1時18分成人式集会してきました。店へ到着さっきしましたので、いろいろ花壇に水をあげたり掃除したりしてオープンしてました。ちょっとごちゃごちゃしててすいませんね。今更お前それ作んのってやつすいませんね。あの前からあったの、これ前からあったの知ってる。別にいつ作ってもいいじゃん、気分だし。まあいいや。なんかね、そう、キラキラプリンセス気分なんですよ。よくわかんないけど、そんな気分になったことないけどな。いやー、行ってきましたよ、成人式。あのね、ちょっとね、わざとね遅れて行ったんですよ。終わったぐらい。何時に行って、あんまりさ、9時とかに行っちゃってさ、なんかすごい待つの嫌だし、待つ、やべ、すげえ迷う。どれも可愛いじゃん、アリエル。あ、そっか、全身じゃないのも可愛いね、やべ。まあいいや。あ、ちなみにあの、このシールはね、200円。あの、吉田とかいう雑貨屋さんに売ってますよ。それは関東しかないじゃん。なのかな？元町が本店なんですけど。なんかね、100均縛りもいいんですけど、別にさ、あの200円でさ、このクオリティでさ、これだけいっぱい入ったらこれ十分じゃない？ 100 均で私よくね、あのディズニー系のね、シールを買う、探してるんですけど、プリンセスとか。なんか思ったよりないんだよね。今、アナ雪がさ、2が始まってさ、アナ雪のシールが欲しいなと思って、探したんですけど、いや、それレジン関係ないんですけどね。ちょっと使いたくてね、探したんですけどね、ないんですよね。セリアも見た、ダイソーも見たよ。わかんない、こっちがないだけなのか。昨日の動画見返して、あの、編集が楽なことにびっくりした。一回も切ってないから、編集なんか別にあのほっときゃいい編集なんですよ。あの、インストールして保存してアップしてのその時間だけほっときゃいいだけ。私ほら字幕入れないんで、字幕の入れ方わかんないんで、っていうか多分無料ソフトなんで入んないと思うんですよね。あ、入るんだけど多分すっごい大変。一個の動画私多分作ってアップするまでに1ヶ月ぐらいかかるっていうぐらい、ちょっとなんか大変かも。字幕ってなんか簡単にできるのかな、わかんない。息子にさ、お小遣い出すから動画の編集してよって言ったんだけど、ママの無料ソフトのやり方はわかんないって言われた。そうなんだよね、みんな自分のさ、やり方があるんだよね。あ、自分のソフトの。息子はなんか太鼓の達人を動画に撮ってアップしてるっぽいんだけど、ぽいんだけど知らないんだけど、よく。まあ顔も出してないし、それならいいよとは言ってあるんだけど、まだお前は未成年じゃ。成人式よかった。よかったって何が？私別に成人式は出てないんですけど、綺麗だった着物が。三浦市はね、あの悪い子とか特にいないんで、あの変なの、あの変なんじゃない。あの、まあ、あのおふざけとかないんで。いや、金髪とか全然
いますよ。あの海に飛び込んだりとかさ、まあいたじゃん、お前死ぬっつーの冬の。親が泣くぞ、俺。ちょっと一回、降下します。だから、すごい平和に、毎年終わっていくんですよ。いいことだ。さて、待ちますか、しばし。色つくんで。私は着いたのが、あれ何時かもう終わって、式が終わって、でもすっごい人で、あの、うらりの周りに成人の方がね。で、多分観光地、観光客の邪魔にならないように、多分すぐ会場出されちゃってるっぽいんだよね。なんか警察の誘導でかな、知らないけど。んでさ、警察の数がとんでもなくて、私車いつも、止めてんとこに止めれなくて、いつもあの私無料のとこ止めてるんですけど、止めれなくてしょうがないから、あの有料駐車場に入れたんですけど、いやー、女の子の着物は綺麗でしたね。で、私なんかふと考えちゃったんですけどね、あのすでに多分もう二十歳でね、ご結婚されて子供もいる人もね、いると思うんですよ。そういう場合って振り袖って袖長いんですか、成人式の、それとも短いんですかね、ってふと思いましただけです。え、だってお子さん連れてくる人とかいるでしょ、十余裕で、普通に二十歳でしょ。今結婚するのがさ、結構遅くなってきてるとはいえ、とはいえですよ、とはいえ、特にだって結婚してね、もう家庭持ってる人っていると思うんだよね。そういう場合ってさ、振り袖って袖長いの短いの、でもさ、違うね、成人式でさ、じゃあいいんだけど、袖がさ、短いとさ、それ、振り袖って、なんつうの、成人式、うん、よくわかんない。もう、私にはよくわかんない。よくわかんない。私が見てた中では袖が短い人いなかった。すげえ、カメラ見てねえし。いやー、若いよ。でも、そっからが早いんだぜ。20過ぎたら、あっという間に40だぜっていうね。いや、あっという間じゃない。結構長かった。結構二十歳超えると早いって言うけど、それなりの内容あったな。そう考えるとさ、二十歳も成人式、昨日まではん？私早生まれだから分かんないんだけど、え、もう20歳になってるんだよね。そうだよね、なってんだよね。それ成人式前でもお酒飲んでいいのか、20歳になってれば。私2月生まれだから、成人式終わっても、成人式は19歳だったのか、よくわかんないや。
風呂が結構お外が皆さん歩いてるので動画止めるかもしれないです、途中で。わかんない、呼ばれたらですけど、呼ばれなきゃ止めないです。だって編集がこんなに楽だと思うのか。でもソフトクリーム出てるんですよ。あ、ベルティス、いつもですね。なんか考えちゃって。くだらないんですけど、あと6年で長男が成人式46、まあいいや、それは。次男はあと15年、55、まあギリいいや。長女が成人式あと20年、60歳、ありえない。辛い。でも成人式したらやっぱ女の子の方がね、女の子はね主役じゃないけどね、女の子の振り袖が、振り袖ね、私のやつ着せたかったな、切っちゃったしな、袖買ったら高いっつう。あー、でもうちの姫さんあれだな、水色合わないな。私振り袖水色なんですよ。何色があるんだ、分かんないよ、まだ今じゃ。しかも20年後なんて想像できねえや。自分生きてんのかも分かんねえ。何がしね、長男がそうか、あと6年で成人式、いや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 、ありえないでしょ。想像できない。でも6年って結構長いね。まだそれまでが大変なんだよな。本当に今日成人式を迎えられたお父さんお母さんご苦労様でした。私の友達もいるんですけどね、子供さんが成人式だった人がね、今日大変だったと思いますよ。20年、そう思うと、あの自分成人式の時もちょっと親になんか感謝しておけばよかったなと思うんですけどね。いやー、私20歳超えてからの方がなんか親に迷惑かけてる気がする、かけてた気がする、いや、かけてる気がする。 ING でいこう。
あのさっきからの商品、あ、商品じゃない、作ってるものがチラチラ消えてるのは硬化してます。硬化してくるって言えよみたいな。はい、しばし。今日めっちゃ晴天ですね。あれ、成人式の日ってさ、昔変わったじゃないですか。知ってます？知ってますよね。私の時まだ昔のやり方だったんですよ。あの何、1月の第2日曜日だっけ、第3日曜日だっけ、あれ第2だっけ、なんかそれだったんだよ。日にちじゃなかったんですよね。あ、違う、日にちだったんだっけ。成人の日っていうのはあったんだよね、確か。あれ、じゃあ平日になっちゃうの。あー、まだ覚えてない。え、どっかでさ変わったんだよね。それで今日何よ、ちょっと待って、今日は何なの。今日さ、あ、ごめん、今日って振り返りとかなの。月曜日だ、今日。今日は成人の日なのよ、1月13。え、違うよね、昔さ1月15とかじゃなかったっけ。わかんない、忘れちゃった。なんだか、なんかその日が確か天気がね、統計で撮ってたらすごい悪い日が続くっていう日だったのよね、私の時の時代。それでね、確か途中でね、成人式変わったんだよ、日付が。確かね、確かだよ、うん、確か、多分、確かだよね、多分、うん。成人の日だって、私の成人式の日マジ本当雪だったし、その前後の年も天気悪かったですもん。雨とか大雪とか。そうだからね、確か変わったんだよね。そうそう、で今日めっちゃ晴天であったかくて、私さっきさ車でエアコンつけようとしちゃったっていうか、今もうすでにあのトレーナー、ジャンパーパーカー脱いでトレーナーで、あの、のけとかしてる。これがいいんだよね、鏡っぽくて。レジ、今日は暑いよ。成人式の後って何や、どこか行くんだっけ、同窓会だっけ。あれ、成人式の後ってどこ行ったっけ、覚えてないよ。あれ、一回着物はもう脱ぐじゃん。飲み屋さん集合だっけ。そっか、じゃあ今日は日本全国で朝から美容師と美容院と着物屋さんの着付け屋さんとか着物屋さんと居酒屋さんが今日はピークなんだね。
勝手に決めつけてんけど、あらよっと、お腹空いちゃった。今何時？やべ、1時半だって。今お昼買ってきたんですよ、副業のところで。いつも買うお弁当屋さんがあるんですけど、その裏りの中にね、アホ踊りさんっていうね、お店がね、マグロ料理とかね、お弁当あってね、日替わりはね大人気ですぐ売り切れになっちゃうんですけどね。今ね、マグロカツ丼買ってきました。見る？見ないね。はい。昨日は寒かったからコンビニでチンするお蕎麦買った、うどん。今日暑いから、でそこお刺身のね、ほんと美味しいなあったの。お刺身のね、丼あるのね、500円なんだけど、あ、わかんない、もうちょっとすんのかな。でいつもそれ買いたいんだけどさ、ここまで持ってくる間に今日暑くてさ、なんか温まっちゃいそうだからやめといた。これそっか、ノンストップ、まあいっか、切りたく切って、あの早送りして。昨日さ、お姫様にね、うちのね、みかんをね、初めてね、あの甘皮も全部取って、中ね果肉だけをね、ほんと筋もちゃんと全部きれいに取ってね、あのお皿にのっけてあげたのね、ちっちゃく切って。そしたらなんか本人口に入れて食べるんだけど、自分でね触りたいんだけど、こうやってなんかちょびっと触るとブルってなっちゃってて、なんかプニプニするのがね、なんか疑ってた。何このプニプニ感はみたいな感じで口に入れて食べるんだけどね、なんだ、ビビリなのかな。次男が一生懸命口に入れてあげてた。あと2分やらして、ちっかわいいね、マジで。たらもう、あ、そっか、吉田場所移ったんだ。そう、そのね、なくなっちゃったね、ショッパーズプラザっていうところの中にあったのね、吉田場所が。そうだ、変わってた。ひょ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 、いや今日みたいに超晴れてて、まあ3連休最終日はなんか家出て、あ、巡回、まあ今日巡回、成人式の巡回行かなきゃいけないから行きました。そしたらもう早く店行こうって思って、パチンコ屋、パチ屋行こうなんて思いもしないね。ここで、あ、パチンコを選んでしまったら、なんかちょっとそういうやつだなっていう感じだよね、わかんないけど。仕事バカでもないんだけどね、巡回行ってよかったのよ。ご当地プリクラっていうのがあるんですよ、うらりに。あの普通のプリクラもあるんですよ、それは私が入れたかったんですよ。それと別でこれも入れたかったんですけど、ご当地プリクラっていうのがあって、あのフレームとかね、背景が全部三浦市のやつが選べて、あのね、それがちょうど用紙切れを起こしてエラーになってたんです、私が朝行った時点で。プリクラがエラーの時ってテストでさ、自分一人で取らなきゃいけないっていうのがあってね、何のエラーかまず分かんなかったんで、エラーが解除されちゃって、でもなんかエラーだっていうから
どんなエラーなのかっていうのをまず調べなきゃいけないんで、まず自分で撮るんですよ。それで自分一人でプリクラをね、もう私人生で何回仕事でプリクラ撮ったかわからない過去にアミューズメントの時だってさ、プリク今うらりにさ2台しかないからいいんだけどさ、昔はアミューズメントの時は何台あった、多くて、はあ、結構あった、 1,2,3,4 とか5とかあるじゃん、普通にゲームセンターとか行くと。んでエラー起きて用紙とか多分変えたりして、まずテスト、いやエラーになったらまあ必ずテストを一回してみる。でも何も映さなくてもいいんだけどさ、もったいないから一応映るわけよ、なんかふざけて。あと月に一回掃除をしなきゃいけない、細かくねところまで掃除をしなきゃいけなくて、掃除をするじゃない、大まかな掃除はいつもするんだけど毎日。さあ細かいとこまで掃除した後、必ずそのちゃんと稼働するかのテストもしなきゃいけないから、プリプリクラなんかね慣れたさ。裏はさ何にも考えてないんだけどさ、交換してこよう。あ、ちょっと待って、ここでキラキラにしたいな。あ、これ何これ、かわいいじゃんお客さんとか持ってきちゃったからさ、普段自分が使わないやつだからよくわかんない、かわいいじゃん、何これ、いつ買ったのかしら私。かわいい。よいしょ。そうだ、今もね。じゃあね、前は良かったよ。そう。一人プリプラもふざけて撮ったりして、掃除が終わったら。いやー、マジ。無表情で撮ってやった、今日。用紙を変えます。そしたら、まあ、ちゃんと稼働するかどうかっていうね、テストで一回プリクラを撮る、撮りましたさ。でもそれもね、私スタッフだって分かってないとさ、周りから見たらさ、あの人一人でご当地プリクラ撮ってる、しかも無表情でみたいなことになるから、一応扉開けとくんですよスタッフですみたいな感じで、テストしてますみたいな感じで、用紙が出てくるところ、プリンターが入ってるところね、扉を開けて撮ってました。今日はね、違うんだよ、スタッフの名札忘れちゃって、言い訳、いつもしてないしなきゃな。あー、結構外歩いてますね。さっき肩に水あげながら、なんかカップルの人たちが写真撮ってて、外で、うちの店の前にあれ、私が作ったSNS アップ用みたいな看板も持つやつがあるんですよ。マグロの絵が、マグロの写真を切り抜いたやつと、マグロ食べたよっていう吹き出しみたいなになってるやつと、まあそういうのが多々あるんですよ、うちの店の場合にね。ご自由にお使いください。SNS OK ですみたいなやつ。でね、うちの店で一番それ人気なんですよ。はい。結構もう何千人って人が撮ったんじゃない今まで。オープン時からあるもんだったらさ、あれ作って。Thank you.
はい、すいません。あれが来た。この前の年末に買わされたあのシュークリーム屋あんじゃ、買わされたってあれだけど、買った、いや買わされた、いや買いに売りに来た、また来たから、先生今日はいいですって言っといた。もう一通ね。これ後ろの鏡は寂しいんだね。よいしょ。えい。なんだっけ、ちょっとシュークリーム屋さんのせいで話が分かんなくなっちゃった。じゃあ。あ。今後ろ寂しかったよね。なんか持ってくる。はい、硬化してきました。硬化してきました。違うよ、これ取ってきました。なんかさ、悩んでることが、悩んじゃいないんだけど、いや何を今更だっていう感じなんだけど、ちっちゃいのが2人いてさ、これから次男は小学校に上がって、一番下はこれから保育園に入るわけで、まあ幼稚園じゃないの、多分保育園だな。んでさ、土日が休みじゃん、祝日。その時に一緒に行った方がいいのかなって、今更お前何言ってんだよって感じだよね。はい。いや、あのね、初め店をね、始めるときにね、まあ、次男、もう長男はね、もう中学生だしね、自分のあれが、道が、世界があるからさ、まあ、私は家にいようがいまいが、あいつはいないんだけど、朝から。友達と遊んだ方が楽しいじゃん、家族で。出かけるなんてもう今まで散々したわけで。まあ、でも世の中にさ、その自営の家族なんかいっぱいいるだろうしさ。自分がね、私が土日祝日夏休み年末年始冬休み絶対
家族が一緒にいる家庭で育っちゃったから、パパが公務員だったんですよ。だからなんかどうもちょっと引っかかるところはあるんですけど、でもさっき言ったようにサービス業のねご家庭、ましてあのうちにはまだ旦那がね土日休み土日祝日休みっていうのがあるからまだいいんですよね、きっと。だって両親ともがね土日祝日サービス業で仕事バリバリっていう家なんかたくさんあると思うしね。そうだよね。それで自分たちで休みを取れる時に取って家族で出かけりゃいいんだよね。この間の私のお正月みたいに。まだそうなんだよね、いい方なんだよね。私は自分の店だから子供の行事は優先してあげられてるし、運動会の日とか遠足とかそういう時は本当に土日、遠足は土日ねえや運動会の時とかは行けてるもんね、私。で、家族でなんかまあ、今ちょっと次男何も習い事まだしてないんですけど、長男のピアノの発表会とかドラムの発表会とかは行けてたしね。そうだよね。なんか今日さ、違うんだよ、晴れててね、ふと仕事に土日行くときね、玄関を出た瞬間に一瞬ふっとなんか躊躇しちゃうんだよね。あれ、家族で過ごした方がいいのかなって思っちゃうんだよね、たまに。わかんない、なんか何を今それってんだろうって感じだけどね。自分が子供の時にそうそう必ず土日祝日はもう家族全員がいて、小さい時ね、ほんと中学高校とかにしてたら自分が今度は友達と遊び行くっていう感じだったからね。でも中学高校になっちゃってたらいいんですよ、子供が。ただ下2人がこれから小学生になるっていうんで、ふと思っただけ。近くで見せて、めっちゃキラキラにしてやった。じゃあこのね、私ストーン並べるねデコが好きなんですよ。持ち手のところどうしようかな。持ち手までやるとちょっとうざい。まあいろんな理由があるよね、親の仕事だなって、ね、そういうの。そう、私夏場は次男を連れて店来たりしたんだけど、今寒くてさ、店がうちドア開いてるんで
だから連れてこないんですけど。まあ副業ぐらいだったら連れてきていいんだけどね。仕事ばっかり付き合わされててもさ、つまんないよね。遊びに連れてったら。でも毎週毎週そうだよね。遊び行かなくてもいいよね。遊び行ったら行ったら金使うしね。正月でよく分かったよ。あれは毎週じゃなくていい。交換してきまーす。しておりまーす。はい、交換終わりました。いやー、今、息が切れてて、休憩してたんですけど、年だ。長男ヘルプと思いましたね、内心。お客さんだったんですよ、今。まあ、だから切ったっていうのもあるんですけどね、あのね、空気を拭く、あの雑貨なんですけどね、お散歩系のやつで、あの可愛いんですよ、すごい、あの紐で引っ張ってお散歩を一緒にするみたいな、そういうのがあって、空気入れちゃうとあの劣化しちゃうんで、売れた後に空気入れますかって聞いて、空気入れるかそのまま持って帰るか選んでもらってるんですけど、空気入れてくださいって言うんで、いつもあの長男にやらせてたんですけど、いないんで自分であのやってたんですけど、息が切れました。苦しかった途中。あの口では入れてないですよ、足で踏んで入れるんですけど、その体勢がちょっとかなり中腰でかなり踏ん張って入れないと入らなかったんで、まあいい。私今レジンやってんで、動画はいできたの、アリエル。何がしたかっていう方があった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 なのよ。あのね、この手鏡よ。これがね、私初めね、誰かに、視聴者さんに初め聞いたのね、この手鏡出てるよっていうのをね。手鏡中に何入れたらいいんだろうみたいな、すごいなんかウキウキだったの。んで、これもう今は亡きイオン塩入り店ショッパーズプラザの中のキャンドゥ入ったところで買ったのよ。そう、それでね、何年前、もう1年経つんじゃねぐらい前。そう、それでその時このアリエルもね、このシールも買ってあって、これもこれはでもね、違うもんで使いたかったんだけど、まあちょっとさっきからね、ここに何をな、どプリンセスを映し出したいみたいな、プリンセスがなんかお化粧している手鏡にしたいみたいな感じでね、これちょっとアリエルがね、髪を溶いてるシールなのよね。わかるかな、ほら。だからちょっと鏡の中にいいかなみたいなで、海の中でアリエルが海の中で手鏡見ながら髪を溶いてるみたいな、そんなのを作りたかったのだ。表、はい。で、裏面はあのデコっときました。裏は考えてなかったんですよ、初めから。裏はこの手鏡自体があんまりそのかツルツルなだけで、このこういう飾りがなかったから、あんまりその中しようとは思ってなくて、でこれもこっちもなんかアリエルがね髪を触ってるシールです。こっちでデコりました。はい、てな感じでできました。アリエルが海の中で手鏡で髪を解いているチャームっていうの。だからこれこうなっちゃうんだよ、ここに通すと。まあそれでもいいか、かわいいね。です。私いつもメルカリ販売用とかやっちゃってるんですけど、このアリエルのシールに関しては、これはあの販売はできませんので、しませんよこれは。ね、これちゃんと書いてあるんですよ、ディズニーが出してるので、あのこのほら、はい、ディズニーが出してるやつで、裏に注意書きがあるので、皆さん多分あの販売してる方だったら多分わかると思うんですけどね、とりあえず販売をやってる方には注意してほしい、お前が注意しろって感じなんですけど、まあしてますよ。封入するも、例えばレジンとかでね、こういうシールとか、100均さんのはね何も書いてないよ確か。そういうのは書いてあるのかな、なんか使用の注意とかあるけど、そういうのは書いてないんで、
これは、雑貨屋さんで買ったシールなんで、ここにちゃんと書いてあります。まあ、商品は家庭での使用を目的として売られているものなんで、営利使用は一切考えておりません。これを使って別の商品を飾ったり作ったりってことですね。販売することは承諾されておりませんので、そのような使用はキャラクターの著作権侵害になります、注意してくださいっていうことなので、何か物をね、こうやってレジンとか作ったりして売る方はこういう注意書きも気をつけてくださいね。キャラクターに関してはですけど、主にって感じで、今日はこれをどうしてもちょっと作ってみたかったんです。ってことで2時半なんでマグロカツ丼食べます。ちょっとマグロカツ丼ちょっと自慢させて。私はいつも買ってるのね。あのね、あ、前にさ JK 弁当見せたかも、私それと同じお店、うらりに来たら帰ってアホードリさんの、あ、その辺のマグロ屋さんでもいいんですけどね、あっちは地元の人はこっちで買います。ここにもマグロ丼売ってるんで、はい、民宿アホードリ、あ、民宿だったんですよ前。そうそう、お惣菜マグロのカツ丼で、日帰り弁当がね売り切れだったので、生物のマグロ丼とかあったんだけど、それはちょっと私その後も巡回だったから買えず、冷蔵庫入れなきゃいけないから。で、マグロ焼肉丼いつも食べてるんで、今日はこっちにしてみました。マグロのカツ丼すげえボリュームだな、おい。あ、待って、もう美味しそう。これで550円かな？です。何の紹介だ？何の YouTube だ、これ。ということで、アリエルの手鏡が出来上がりました。営利目的じゃなきゃいいんだよね。あげる分にはいいんだよね。レジン再開したら、誰かその辺の地元の子にあげようかな。結構ね、ちょうだいって言われるんだよね。私は飾ってあるやつあるんだよ。これちょうだいっていうね、可愛いんだよね。でもそんなわがままも。かわいいさ。早くレジン再開しよう。じゃあそんな感じで今日も見ていただいてありがとうございます。じゃあね、ご飯食べます。バイバイ。アリエルが海の中で髪解いてる。しつこいね、はい。